はい、皆さん、毎度毎度。床、はい。これ、汚いね。これ、まあ、明るくしちゃえば、まあ、白く見えんだろうけどね。ここまでさえ白く見えるけどね。こうやってね、動画撮るとね、床が汚いんだよね、こうやってね。壁が白でしょと、もう、この色の違い、グレー？いや、本当にさ、高圧洗浄機、ケルフィアかなんか買ってさ、こう、シュパーってやったら綺麗なんねかなと思ってね、ちょっとね、考えちゃうんだよね。このぐらい違うんだね、白さがね。これね、これどのぐらい綺麗になるかね。ちょっとお湯ぶっかけてたわしでこすってみようかこれね。まずはね、洗剤使う前にね、熱湯をこったらふっかけてね、たわしでゴシゴシやってみようかなと思ってね。はい、とりあえずね、ちょっとね、お湯が沸く前にこの除光液ね、ちょっと除光液をね、だら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 ぶっかけて、で、こすったら、まあほら、除光液だからね、ちょっと浸透する成分入ってるからね、きれいなんじゃないかなと思ったけどね。はい、除光液で拭いてもあまり効果ありません。ちょっと取れるけどね、これはね。あんまり期待するほど効果ないね。これは熱湯かけてもダメかな。まあ汚れは取れるね、かなりね。ああ、これ大変だ。ああ、ちょっといまいちだね。ほら、うちの床はさ、真っ平らじゃないのよ。石みたくさ、デコ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 し表面がして、へこんでる、くぼんでる部分があるんだよね。出っ張ってる部分、くぼんでる部分。そのくぼんでる部分に入り込んじゃうんだよね。持ってきたよ。はい。はい、効果ない。あんまり効果ないね。熱湯ぶっかけてもね。ぐるぐる煮立った熱湯を持ってきたんだよ、今ね。ほんでちょっとね、熱湯ぶっかけながらこすってんだけど、たわしでね。やっぱいまいちだね。効果ないね、熱湯効果ない。熱湯効果ありません。熱湯としての効果はあまりないね。ただブラシでこすったから汚れが取れた程度の感じかな。これが高圧洗浄できれいになるかどうかね。だから高圧洗浄の機械でさ、そのこのデコデコしてる表面がデコボコなのよ。そのへこんだとこに入り込んだ黒いさ汚れ、あれを ね水の力で ね吹き飛ばせねえかなとね、そう思っちゃったんだよ ね。今ちょっとね、水切ってやってんだけどね。ちょっとね、いまいちだね。疲れた割には大した効果がない。ちょっと綺麗になりません。やっぱね、ケルヒャー買わなきゃダメかな、なんてね、この時点ではまだね、はい、買おうと思ってたんだよね。全然ちょっとはマシな、ね、まあ、多少は良くなったけどね、いまいちなんだよ。そんでさ、接着剤でもなんでもさ、ほらガムテープの後でも剥がせる、ほらなんか特殊なさ、これあるね、ほら、ね、ディソルビット、頑固な油、これね、両面テープ剥がすのに使ったりねするんだけどね。これが乾かない油っつうの、むしろ染み込んでね、結構綺麗なんだよね。でこの効果がどうかなって期待したんだけどね。まあやらないよりはマシと、ただ手で拭いて綺麗にしてるだけみたいなね。まあ大して洗剤としてのなんか力がまだまだちょっと足んないかな。いまいちいまいちいまいち。もうそんでね、ここでね、もう破れかぶれ、ほら、いまいち白く漂白しちゃいと、いまいち、キッチン入った、入った、入った、現役。今ちょっとね、ゴム手袋つけてね、まあ、聞く感じじゃないね、まあとりあえずちょっと拭いてみようと、入った、キッチン入った、あ、キッチン入ったが一番効くわ、あ、なんか取れてきた、ほら。キッチンハイターが効いたの、これ。結果ね、ハイターの勝ちだね。ハイター効いたね、これね。この床はね、何年苦労しても掃除やめちゃったかってね。全然綺麗にならないで、もう掃除やめちゃったんだよね。ハイターならいいよ、安いしさ。ね、たくさん使えるからね、ハイターだったらね。
たわしでこするよりなんかこのあなんかウェスリーでこすった方が綺麗になるみたいだね。今あの白いメラミンスポンジでちょっと部分的にやったんだよね。ちょっと今ネット余ったネットぶっかけてちょっとね、かあのほら次亜塩素酸入ったね、ちょっと拭き取ってね、ぬるぬる滑るからね。これ滑るからあの酸巻くといいかな。過酸化水素巻いたらどうなるかな。うん、漂白剤。しかも酸だから中和すんじゃねえかな。あの手にさ次亜塩素酸漂白剤つくじゃない。過酸あのキッチン入った。ちょっと手がぬるぬるするんじゃない。あの時過酸化水素の宿毛矯正の2匹かなんかであの手洗うとねさっぱりするよね。でも手荒れはやっぱり後で来るけどね。まあキッチンハイターは必ずゴム手袋だよね。ねえ、なんとなく綺麗になったね。いやさっきのね汚かったもんね。白さ的には白さの質が違うからね。白さの質が違うからね、これね。あ、疲れた。綺麗だったね。簡単だったね、漂白剤でね。漂白剤塗ってさ、こすって白くするのは簡単だよね。その後始末が大変だね。廃液を拭き取るのがな。はい、ちょっと考えてやってみようね。はい、お疲れ様でした。これ後で暇で見てやろうね。